クヤバは、ブラジルの都市で、マットグロス蘇州の州都。ブラジルの中西部、南アメリカ大陸のほぼを中心に位置する。日本語では、クヤバと表記されることがあるが、ポルトガル語による、実際の発音は、最後の A に発音記号があるため、クイアバーとなっている。パンタナール自然保護区への玄関口でもある。大聖堂18世紀前半。 近郊の発見に伴って形成された集落が起源となる。1835年にはマットグロス蘇州の州都になった。先住民との抗争や19世紀後半におけるパラグアイとの戦争などで一時は荒廃するが徐々に都市化が進んでいった。20世紀に入り、ブラジル内陸部の主要都市の一つとなり、豊富な自然を目的に来る諸外国からの観光客も増加している。 なお、2014FIFA ワールドカップの開催都市の一つであった。クヤバの夕焼けブラジルの内陸部に位置するパラグアイ川の支流であるクヤバ川沿いの都市である。川を下るとボリビアとの国境に近いコルンバへと達する。欠片の気候区分ではサバナ気候に属する。自然が豊富でクヤバからアクセスができるパンタナール自然保護区ではトレッキングやスカイダイビング、釣り、 また、熱気球に乗ることもできる。マレーシアウロンドン空港に、ラタン、ブラジリアゴル航空などが、サンパウロやリオデジャネロ、ブラジリアやマナウスなどの主要都市から乗り入れている。また国内主要都市から長距離バスが乗り入れている。ありがとうございます。